ドラムはアメリカ海軍の潜水艦でガトウ級潜水艦の一隻、ドラムの艦名はドラミング音を発するニベカの魚類数種にちなむ。ガトウ級潜水艦の中でネームシップのガトウより最も早く竣航しかつ真珠湾攻撃前に竣航した唯一の艦であり、同級の実質的な一番艦でもある。ドラムは現在、 アラバマ州モービルで博物館船として公開されている。なお、退役から26年後に、スタージョン急原子力潜水艦28番艦として2代目ドラムが収益している。ブラックドラムスポッテッド,ドラムドラムは1940年9月11日にメイン州キタリーのポーツマス海軍交渉で寄港する。1941年5月12日にトーマスホルコム夫人によって浸水し、 ロバート H ライス館長の指揮下、1941年11月1日に収益した。1942年になって、新珠湾に開港され、4月に一度ミッドウェイ島への航海を実施し、新珠湾に戻ってきた。水上規模館水穂ドラムの最初の紹介は4月17日、日本近海への航行だった。5月1日23時20分、ドラムは、 お前崎沖の演習などで中型艦船に対して魚雷を2本発射し1本が命中。続いて駆逐艦と応募式艦艇,艇に対しても魚雷を1本発射したが命中せず間を置いて魚雷を3本発射したがこれも命中しなかった。この中型艦船は水上規模艦水穂であり、水穂は翌2日4時16分に沈没した。水穂の沈没は 第二次世界大戦における日本海軍軍艦の創出第一号であった。続く5月9日には、北緯34度10分統計136度30分、北緯34.167度統計136.500度、34.167136.500の塩の岬近海で輸送船生年丸に対して、巨雷を4本発射し、実際には1本も命中しなかったものの、 ドラムは、撃沈を報じた。5月13日には、北緯34度40分統計139度14分、北緯34.667度統計139.233度、34.667、139.233の三駒と島70度12回りの地点で、石炭を搭載して、新港島から川崎に向かっていた、輸送船湘南丸を撃沈。 5月25日にも、野島崎沖で、室蘭に向かっていた、輸送船北方丸を撃沈した。5月28日にも、北緯35度40分統計141度05分、北緯35.667度統計141.083度、35.667141.083の犬棒崎沖で、特設巡洋艦淡田丸に対して、 魚雷を5本発射したが、すべて回避された。キトにはミッドウェー海戦に参加し、ミッドウェー島のはるか西方で紹介を行った。6月12日、ドラムは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。7月10日、ドラムは2回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。この紹介では、トラック諸島在泊の日本艦艇の行動監視と、 トラック諸島とラバウル及びカビ園館の交通路を遮断する任務に就いた。7月22日午前には、ポンペイ島近海で病院船高佐護丸を発見。夕方に入り北緯零七度零五分統計158度23分、北伊7.083度統計158.383度、7.083、158.383の地点で輸送船を発見し、 魚雷を2本発射したが命中しなかった。8月6日に、北緯06度53分統計152度04分、北緯6.883度統計152.067度、6.883152.067の地点で輸送船に対して、魚雷を3本発射して1本が命中と判断され、4000トン級輸送船撃破と評価された。8月17日にも、 南位02度48分、統計150度36分、南位2.800度統計150.600度、マイナス2.800、150.600のステフェン海峡南口付近で、神風型駆逐艦と、おぼしき艦艇,艇に対して、巨雷を3本発射したものの命中せず、爆雷攻撃により、アンテナ機器が破損した。結局、54日間行動して戦果はなかった。 9月2日、ドラムは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。9月23日、ドラムは3回目での紹介では、日本近海に向かった。10月7日、ドラムは横浜港へ向かう、日英交換船鎌倉丸を確認した。翌10月8日10時15分には、北緯34度06分、統計136度22分。 北緯34.100度統計136.367度34.100136.367の大汗沖で5隻の貨物船からなるも地域の船団を発見。ドラムは船団の左側から攻撃し、輸送船ヘイグマルに魚雷3本を命中させて撃沈した。翌十月九日には北緯十三度十七分統計三十六度零一分。 10月13日にも、北緯35度06分統計140度23分、北緯35.100度統計140.383度、35.100140.383の地点で5000トン級輸送船に対して、巨雷を3本発射するが、直後に爆雷攻撃を受ける。10月20日には、 北緯34の09分統計136度46分、北緯34.150度統計、10月25日も、北緯34度16分統計136度58分、北緯34.267度統計136.967度、二六七百三十六点九六七の地点で、中型輸送船に対して、魚雷を二本発射したが命中せず、 2日後の10月27日にも、北緯35度05分統計140度11分、北緯35.083度統計140.183度、35.083、140.183の地点で6700トン企業型輸送船に、対して、魚雷を2度ずつ、計4本発射。11月8日、ドラムは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰闘。 艦長がバーナード開幕マホン少佐に代わり、次の紹介までに SJ レーダーが装備された。11月29日、ドラムは4回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では、文後水道に嫌いを付設する任務を命じられた。その途中の12月12日、ドラムは北緯32度04分統計142度30分。 北緯32.067度統計142.500度、32.067、142.500の八丈島の東海上で、約2週間前に巡航したばかりで、駆逐艦、時津風の護衛を受けトラック諸島に99式、総発系爆撃機を輸送する途中の、軽空母流砲を発見する。流砲は、前日に横須賀を出撃したものであった。ドラムは、 全部発射管のうち4つを開き、劉方に向けて発射。うち1本が、劉方の右玄艦強化に命中したが、劉方はかろうじて横須賀に引き返すことができた。その後、12月16日夜には、沖の島沖で水雷艇波との攻撃を受ける。翌12月17日に推定1北緯32度49分、統計132度13分。 北十32.817度統計132.217度、32.817、132.217の分語水道に予定通り嫌いを付設したが、12月20日深夜には、都井岬沖で、付設程度は島に発見され、攻撃された。1943年1月5日夜には再び、沖の島沖で、付設定夏島に護衛された。 特設運送船千山丸をタンカーと思って攻撃したものの取り逃がした。1月13日にもドラムは北緯31度26分統計142度39分、北緯31.433度統計142.650度、31.433、142.650の地点で4000トン級輸送船に対して魚雷を3本発射したが、 鋭いスクリュー音を探知したため確認を行わず、その約20分後にはすべての音源が消え去っていた。1月24日、ドラムは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰還。その後、3月11日まで、真珠湾でオーバーホールに入った。微砲4インチ砲に乾燥後のドラム3月24日、ドラムは5回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。 4月3日にナウル島の写真偵察を実施。4月9日、ドラムは北緯00度32分統計150度05分、北緯0.533度統計150.083度、0.533、150.083のラバウル沖で4隻の中型輸送船と1隻の護衛艦からなる輸送船団を発見し、魚雷を3本発射。魚雷は1本が、 輸送船に命中して、これを撃沈した。撃沈後、ドラムは反響音がなくなるのを確認して浮上して、周囲を捜索。すると、一層の救命ボートを発見し、生存者を救助して尋問したところ、船の名を、小山丸東京、すなわち陸軍に輸送船小山丸であると答えた。尋問後、救命ボートに20ミリ機銃弾240発を打ち込んで沈めた。 まもなく、別の輸送船団を、北緯01度19分統計150度04分、北緯1.317度統計150.067度、1.317150.067の位置に、探知し、翌4月10日未明に、船団最後尾の輸送船に対して、魚雷を3本発射。この攻撃で5000トン級輸送船を撃沈したと、判断され、やがて輸送船団はどこかに去っていった。 4月14日には、北緯01度29分統計148度28分、北緯1.483度統計148.467度、1.483、148.467の地点で4つの目標を探知し、やがてその中には小型輸送船がいることがわかる。ドラムは時間をかけて先回りして輸送船団を待ち伏せ。 有刻に、やっと攻撃体制に入ることができたが、折り悪く哨戒機を発見して深海に先行せざるを得なかった。しかし、この哨戒機は爆弾を投下せず、その理由として、哨戒機は目標を撃沈したと思い込んだのか、味方と間違えたか、浮上してくるのを待っているか、いずれかだろうと考えられた。夜半に浮上したが、周辺には何もなかった。4月18日には、 北緯01度55分統計148度24分、北緯1.917度統計148.400度、1 9 1 7十4 8 4 0 0のビスマルク諸島沖で特設運送船ヒハルマルを発見し、魚雷を4本発射して2本命中させ、ヒハルマルは航行不能となる。続いて、魚雷を2本発射するも命中せず、3度目の攻撃で、 魚雷を2本発射し、ようやく日春丸を撃沈した。5月13日、ドラムは47日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。6月7日、ドラムは6回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。6月17日、ドラムは、南易02度03分統計153度44分、南位2.050度統計153.733度、 マイナス2.050153.733の地点で、レーダーにより3つの目標、駆逐艦はさなぎに護衛された大戦142、戦団を探知し、やがて、その姿を確認する。ドラムは魚雷を4本発射し、うち3本が、特設運送船妙高丸に命中して、これを撃沈した。しかし、この紹介で挙げた戦果は、妙高丸撃沈のみであった。 7月7日から8日にかけては、北緯 00°C37 分統計1 4 8度1 3分、北緯0 6 1 7度統計1 4 8 2 1 7度、0 6 1 7 1 4 8 2 1 7の地点で目標を探知するが、その目標とは病院線だった。7月14日には、南緯0 1度2 4分統計1 4 7度5 9分、 ナミ1.400度統計147.983度、マイナス1.400147.983の地点で4隻の輸送船団を発見するが、攻撃には至らなかった。7月26日、ドラムは51日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。ヒエダマル8月16日、ドラムは7回目の紹介で、ビスマルク諸島及びニューギニア方面に向かった。 8月27日午後、ドラムは、南01度49分統計149度37分、南1.817度統計149.617度、マイナス1.817、149.617の地点で、輸送船団からのものとおぼしき煙を発見し、火が暮れてからの浮上攻撃に決する。日付が8月28日に変わって、後に浮上して、 魚雷を4本発射。先行の後魚雷を2本発射した直後に先に発射した、魚雷が3本命中する音が聞こえ、この攻撃で特設運送、船山霧丸を撃破した。8月29日朝にも、南井01度32分統計145度59分、南一1.533度統計145.983度、 マイナス1 5 3 3 4 5 9 8 3の地点で輸送船に対して、魚雷を3本発射したが、いずれも命中しなかった。この後、ドラムは、ニューギニア沿岸部に移る。9月8日、午後、ドラムは、南位02度48分統計141度46分、南位2.800度統計141.767度。 マイナス2.800141.767の地点で、パラオから上湧く域の単独開港中の輸送船を発見し、魚雷を3本発射。魚雷は1本が輸送船第13白鉄丸に命中して、第13白鉄丸は瞬時に沈没した。しかし、ジャイロコンパスに異常をきたしたため紹介を打ち切り、9月29日から10月2日まで、つらぎ島で、 応急修理を行った。10月6日、ドラムは51日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島この時ドラムの艦長は、デルバート、カイ・ウィリアム・ソン・少佐に変わった。11月2日、ドラムは8回目の紹介で、ビスマルク諸島及びカロリン諸島方面に向かった。11月11日、ドラムは、北緯零度20分、統計148度35分。 北緯0.333度統計148.583度0.333148.583の地点で3隻の大型船からなる輸送船団を発見し、魚雷を6本発射。うち2本が目標に命中したものと判断された。11月17日昼前、ドラムは3畳の煙を発見して先行し、北緯01度48分統計148度24分。 北緯1.800度統計148.400度1.800148.400のラバウル北西300海里の地点で特設運送船ヒエダマルに対して巨雷を4本発射し1本が命中ヒエダマルは約4時間後に沈没した11月22日には北緯02度53分統計141度36分 北緯2.883度統計141.600度2.883141.600の地点で3隻の輸送船団を発見して、魚雷を4本発射。直後から爆雷攻撃に見舞われ、司令塔区画に損傷があった。ドラムは翌11月23日に真珠湾に進路を向けた。12月5日、ドラムは34日間の行動を終えて、 真珠湾に帰島。司令塔の再改装工事を受けるため、メアアイランド海軍造船所で二度目のオーバーホールに入った。オーバーホールを終えたドラムは3月29日に真珠湾に戻った。4月9日、ドラムは9回目の紹介で小笠原諸島方面に向かった。しかし、この紹介で攻撃の機会は一度もなかった。5月31日、 ドラムは50日間の行動を終えてマジュロに帰島。艦長がモーリス・ H ・リンズコフ少佐に変わった。6月24日、ドラムは10回目の紹介でパラオ方面に向かった。7月4日午後、ドラムはファイス島の生成所に対して4インチ砲と20ミリ機銃による艦砲射撃を行った。パラオの周囲で紹介し、7月22日に 北緯07度05分統計131度52分、北緯7.083度統計131.867度、7 0 8 3十3 1 8 6 7の地点で500トンから700トン程度の小型タンカーに対して魚雷を4本発射するが命中しなかった。7月29日には北緯09度18分統計133度20分、 北緯9.300度統計133.333度9.300133.333の地点で三パンを不上方線で撃沈し、蝶の夏森と KA、下地という二人の日本人を捕虜とした。8月14日、ドラムは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。9月9日、ドラムは11回目の紹介で、 ソーフィッシュ及びアイスフィッシュとウルフバックを構成し、フィリピン方面に向かった。途中でサイパン島に立ち寄った後、スリガオ海峡に進路を向ける。9月28日にガワと会合した後、仙南大学コトルソン海峡に向けて移動を開始する。10月17日以降、ドラムラはシャーク、シードラゴン、ブラックフィッシュからなる別のウルフバックと合流した。 10月22日には、北緯19度33分統計118度52分、北緯19.550度統計118.867度、19.550118.867の地点で、島清秀中将の第二遊撃部隊から、分離行動中の駆逐艦初春、初島、若葉と、おぼしき三隻の駆逐艦を発見。10月23日、ドラムのウルフパックは、 ルソン島北端ボヘアドール岬の西方海域で大船団を発見する。これは、マニラを10月20日に出港し、高尾に向かっていたまた30船団で、指揮官である駆逐艦春風の名前を取って、別名春風船団と呼称されていた。23日17時30分の総フィッシュによる特設運送船美側丸撃沈によって攻撃が開始された。 攻撃にはスヌークも加わった。ドラムは10月23日中には攻撃を行わなかったが、日付変わって10月24日になってから、攻撃圏内にまた30戦団の艦船が入ってきた。1時30分に浮上状態で、艦尾発射艦から魚雷を4本発射するが、いずれも命中しなかった。スヌークから戦闘状況の報告を受けた後、ドラムは、 新たな攻撃位置を探し求めるが、護衛艦が高速で走り回って降りすきを伺えない。7時頃に、ようやく目標を定め、約1時間後に魚雷を4本発射。魚雷は輸送船シギヤママルに2本以上命中して、これを撃沈した。2日後の10月26日、ドラムラのウルフパックは10月26日早朝、バブヤン諸島西方でマニラに向かっていた、 モマレーの船団を発見した。ドラムは、北緯19度30分統計120度44分、北緯19.500度統計120.733度、120. 19.500120.733の地点で輸送船台アキラマルに向けて、魚雷を発射指名中、兵士とガソリンを搭載していた大アキラマルは、大爆発を起こして沈没した。ついで6時5分には、 北緯19度07分統計120度42分、北緯19.117度統計120.700度、1 9 1 1 7二2 0 7 0 0の地点で輸送船元広丸に向けて、魚雷2本を発射指名中、8時40分に爆発物を搭載していた、船体前半部分が誘爆を起こし脱落した。十一月八日、ドラムは十九日間の行動を終えて、 マジュロに帰党、艦長がフランク・エエディ少佐に変わった。12月7日、ドラムは12回目の紹介で、東、シナ海に向かった。しかし、この紹介では12月30日に、北緯29度48分統計129度11分、北緯29.800度統計129.183度、12 29.800129.183の地点で、 高406戦団に対して、巨雷を6本発射し命中しなかった攻撃が、紹介唯一の戦闘であった。1945年1月17日、ドラムは42日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。2月11日、ドラムは13回目の紹介で、東、シナ海に向かった。期間の後半では、第58任務部隊に対する救助等の支援を行った。 4月2日、ドラムは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。ドラムは3度目のオーバーホールで5インチ砲2機を装備し、真珠湾での訓練の後、8月9日にミッドウェイ島から14回目の紹介に備えて、サイパン島に向かったが、8月15日に戦争が終わりドラムの紹介は打ち切られた。ドラムはサイパン島を去り、真珠湾とパナマ運河地帯を通過して、 ポーツマスに向かった。その後1946年2月16日に退役し、1947年3月18日から、ワシントン DC のポトマックガ海軍司令部で予備役艦隊の一部として経流され、1967年まで保管された。その後は1967年から1969年まで、バージニア州ノーフォークの予備役艦隊で保管された後、 ドラムは1969年4月14日に戦艦アラバマ委員会に寄贈された。ドラムはアラバマ州モービルに栄光され5月18日に到着し7月4日から一般公開された。1986年にはアメリカが州国国定歴史建造物に認定された。当初は戦艦アラバマの後方に係留されたが1998年に 襲来したハリケーンジョージの高波によって破損したため、現在では陸上の仙台の上に展示されている。2005年8月29日にはハリケーンカトリーナが襲来し、ドラムもアラバマ同様に損害を被った。修復の上、ドラムの見学ツアーは2006年1月9日に再開された。ドラムは13回の紹介のうち、第2回、9回、12回、13回が成功として、 記録された。ドラムは第二次世界大戦の先行で12個の従軍聖賞を受賞した。15隻の敵艦を沈め、総トン数は8万580トンに上った。これはアメリカ海軍の潜水艦の中で8番目の記録である。ありがとうございます。